君沢型一番線、ヘダ号の絵図。ロシア人によって運用中の状態が描かれており、ロシア海軍の軍艦機を形容している。君沢型とは、幕末に日本の戸田村などで建造された西洋式帆船の形式である。原型は、下田沖で難破したロシア船員帰国用に、戸田村で建造されたヘダ号で同型船10隻を日本で使用するために量産した。 搬送形式はスクーナーに分類される。ヘザ号の名は戸田村に由来し、君沢型の名前は戸田村が属した君沢軍に由来する。ヘザ号及び君沢型の建造は日本人にとって様式船の建造技術を実地で習得する重要な機械となった。なお、君沢型の名は同型船に限らず、スクーナー全般を指す一般名詞としても用いられることがある。 1854年10月21日、日露は新条約の締結交渉のため、ロシア帝国のエフィムプチャーチン帝徳は、フリゲート、ディアナで来日した。しかし、下田沖で停泊中の同年12月23日に、安政東海地震に見舞われて、ディアナは津波で大破、修理のため戸田村へ開港中に、嵐で航行不能となり、1855年1月17日に、 沈没してしまった。ヘザ号の浸水式を描いた絵。船体の大きさはかなりデフォルメされているが、西洋式の仙台浸水の様子を捉えている。プチャーチンは帰国のために洋式船を新造することを即座に決意し、1855年1月24日に幕府の同意を取り付け、戸田村で建造準備に着手した。設計は、 ロシア人上院のアレクサンドル・コロコリツフ商尉やアレクサンドル・モジャイスキーらが担当し、日本側が資材や作業員などを提供、支援の代償として完成した船は帰国後には日本側へ譲渡する契約となった。幕府は、ニラヤマ大官の江川栄竜と環状奉行の川地、都明を日本側の責任者に任命している。まずは先代を建築した後に、船体を寄港。 日本側には、洋式船の建造経験は乏しかったにもかかわらず、日露の共同作業は、おおむね順調で、気候より、約3ヶ月後の4月26日には、無事に浸水式を終え、建造地の戸田にちなんで船名を、へだと命名された。偽装も、速やかに行われ、5月2日には戸田から初公開に、出た。建造費用は、チ賃を除いて3100から4000両かかった。 一方、ヘダの建造を様式造船技術習得の後期と見た。幕府は、ヘダの建造許可のわずか15日後の1855年2月8日には、川地敏明に対して、同系船一隻の戸田での建造を指示した。後に、佐賀藩、水戸藩等も技術習得のため、幕府の許可を得て、藩士を派遣している。その後、ヘダが無事に浸水すると、 同年5月6日には1隻の追加建造を命令。同年6月6日にも2隻の追加を指示。同年9月16日には、戸田でさらに3隻のほか、石川島造船所でも4隻の建造を命じた。戸田製の6隻は1856年1月頃までには完成している。これらの同系スクーナーを、幕府は1856年5月29日に、 君沢型と命名した。以上のほか、函館奉行所にも君沢型建造指示が出されたが、函館奉行所では、独自設計を行って、別型の二小スクーナー、函館丸などを完成させ、これを函館型と呼称している。君沢型両三線を描いた絵図、君沢型、三船、ヘダ及び君沢型各船は、比較的に小型の様式帆船で、 搬送形式は2本のマストに重半を張ったに、小スクーナーに分類される。ヘダとキミサワ型は同型とされるが、資料によって若干異なった要目が記録されている。ヘダは全長81尺1寸、甲板長12件、幅23尺2寸、深さ9尺9寸とされ、排水量は87.52トン、または100トンとの数値がある。キミサワ型については、 右系の松平文庫所像の絵図によると、全長12件3尺、幅3件2尺、深さ8尺5寸となっている。設計が変更されたとする見方がある一方、浅川道夫は、バウスプリットが含まれるか否かなどの測定法の違いに過ぎないと推論している。また、石井賢治によれば、ヘダの要木と称する数字のうち、幅と深さは、過大な、誤った記録に思われ、 君沢型の記録とほぼ同じ数値が比率として自然だという。設計の基礎となったのは、クロンシュタット軍港司令官、ファビアン・ゴットリー・プホンベリングスハウゼンのヨットとして建造された試作スクーナーである。ディアナに積み込まれていたロシア海軍の機関紙、モルスコイズ・ボルニクに図面が掲載されていた。この施作スクーナーは、全長十九フィート、幅十一フィート、 75相トンの洋木であった。ヘダの船体は木骨木碑で竜骨と主緑材35組及び副緑材11組で支えられている。船底は生物付着防止のため銅板で被覆されている。部品は日本で製造され、木材は天領各地から切り出した松や楠スを使用、金具の内水仙状のものは銅製、その他は鉄製だった。 調達の難しい骨のやロープは最小限の量に抑えられ、例えば保は選手の三角母と角マストにが不整る一枚ずつの計三枚のみで予備母は持たなかった。補助推進設備として和式のロ六丁が備えられており、これだけで3.5ノットの速力を得られた。武装はヘダには実装されなかった。もっともボートホイッスルなど八門を装備できるように、 火砲の設置場所が確保されていた。これに対して、自国用に建造された、君沢型量産船では、大砲が搭載されて、射撃演習にも使用されていた。ヘダと同じく小型砲8問程度が装備可能だったと推定される。作業のうち、材木の加工は、日本の大工によって手際よく、進められたが、ボルトなど慣れない、金属部品の製造は、 困難があった。また、火事の構造が和線と大きく異なるため、日本側の作業員が船体の一部に不必要な切開をしてしまう混乱もあった。日本の船大工や役人たちの知識欲は旺盛で、作業用の定規を個人ごとに制作したり、偽装の仕方を細かく記録していた。西洋式の浸水作業が一瞬で終わったことは、日本人たちを驚かせた。なお、 ロシア側は日本の大工道具の内つ壺の便利さを称賛している。プチャーチンら48人を乗せたヘダは1855年5月2日に戸田を出港、不具合会社の手直しを行うと5月8日に密かに日本を離れた。5月21日にロシア領カムチャッカ半島のペトルパブロフスクへと寄港、さらに航海を続け6月20日に、 ニコライフスクへ到着した。そこで、プチャーチンらは下船し、無事に本国帰還を果たしている。なお、小型のヘダだけでは、ディアナの全乗員は収容できず、他の乗員は外国商船を雇って帰国の途についている。ヘダは、1856年11月、元、ディアナ乗組のコンスタンチン・ポシエート大佐が、条約批准書交換のためコルベット、 オリブサで来日した際に随伴し、約束通り幕府の手に引き渡された。この時、ヘダには、ロシア側により建造時よりも上等な階層が、施されていた。ただし、中日アメリカ講師のタウンゼント・ハリスの手記によれば、引き渡されたのは、ニコライフスクで建造した大船だったという。日本ではキミサー型各船は、主に幕府海軍の公開練習船及び、 運送船として使用された。一番船から順に、君沢型一番、君沢型二番という番号式の船名を与えられた。このうちの君沢型一番が変換されたヘダである。戸田製の六隻は、1856年に1月頃に品川へ開港された。1856年8月頃には、 長州藩と合津藩に2隻ずつ譲渡するよう指示が出されている。東京湾防備の品川台場の付属法官としても、縮小型のニラ山型と合わせて12隻が一時期配備されたようである。君沢型は、ジョンマンジローの提案により、捕鯨船として使うことも計画された。マンジローの指揮する君沢型一番は1859年4月に品川を出港して、 小笠原諸島へと向かったが、暴風雨により損傷し、航海は中止となった。なお、万次郎は、君沢型では、船形が過小であるとして、別の船でも、小笠原での捕鯨を試みているが、やはり成果を上げなかった。君沢型一番は、その後に、函館戦争で使用されたとする説もある。百七十二年に、アレクセイ・アレクサンドロビチ大公が来日した際、 今度は随行員としてやってきた元、ディアナ乗組のコンスタンチン・ポシエート中将は、函館港で廃線となっているかつての、ヘダを見かけこれを懐かしみ、日本側に対して、保存措置を取るよう要望している。しかし、動線が保存されることはなく、その後の消息は不明。日露戦争中に、ロシア総工寿命館、ロシアに停戦させられた、日本のトップスルスクールのアイやマルクンサワー型の、 建造は日本への洋式船建造技術の導入に関し非常に大きな役割を果たしたと勝海舟や栗本常運らによって評価されてきたかつらによると君沢型以前の鳳凰丸などの洋式船国産化の試みは外見だけのものでヘダ号と君沢型こそが真の最初の国産洋式船であるという流骨からの組み上げ手ジュニア 松からの木タールの抽出法、船底銅板を張る際にタールを用いる技法などが、実地で学び得られた成果として挙げられる。もっとも、後に発見された、鳳凰丸の造船資料などを研究した、石井賢治や足立博之は、君沢型の成果は過大評価されてきたと主張している。石井らによると、鳳凰丸などは、外見だけの船ではないにもかかわらず、 かつ回収裏はことさらに軽視しているという。流骨や船底銅板も法王丸などで実用済みであり、君沢型において新技術と言える点は少ない。君沢型建造の意義は現場の作業技術習得と内向に適したスクーナー導入の契機に限られるという。そして、君沢型では、 造船議論の習得が欠けており、理論面も踏まえた長崎海軍伝習の方が重要な役割を果たしたと評している。いずれにしても、君沢型の建造に携わった船大工たちは、習得した技術を活かして、日本各地での様式船建造に活躍した。その一人の上田虎吉は、長崎海軍伝習所に入学し、1862年には、榎本武明とオランダへ留学。 帰国後、榎本と共に、函館戦争に参加したが、明治維新後も横須賀造船所の初代校長として、維新後初の国産軍艦、清照の建造を指揮している。また、高崎伝造は、長州藩に招兵され、戸田村などで学んだ、長州の船大工の尾崎小右衛門と共に、君沢方と同規模のスクーナー式軍艦、平身丸おはぎで建造した。幕府は、 ニラヤ大官の江川秀俊に命じて、君沢型を小型化したスクーナー6隻を建造させ、ニラヤ型と命名している。1866年に幕府が竣工させた国産初の基礎軍艦である千代田系も、搬送形式は君沢型同様のスクーナーであり、建造現場にも君沢型関係者が多く参加している。また、君沢型は、 日本の内航海運へのスクーナー導入の契機となった。逆風搬送性能に優れ、少人数でも運行可能、小型船に適したスクーナーは、明治から大正にかけて日本の内航海運で洋式船の多くを占めた。さらに和船の船体にスクーナー搬送を取り入れた和洋折衷の愛の小船は、洋式船に課されていた検査を回避できる制度上の利点もあって、 申請のスクーナー以上に普及し、規範戦闘場前の内航海運の主力を担うことになった。ありがとうございます。